役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職が、あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。7番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね。役を透かしたり柱発言したりすらっていうのを全般的にやめましょう。そうですね、村を残して狼釣りたいですね。 SG1 の村人を残して白狼を釣りたいですね。村を残して狼釣る。そこです。SGG の狼を釣る。白い村人を残す。村を残して狼釣る。はい。餌するってことですね。一人一人を。最近、アーマー増えてますね。一周目にする人、論外です。守るわけないでしょ。守られるわけないでしょ。まず発言白くならなきゃダメでしょ。二周目に、やって条件ある、もうすごい条件が揃わなきゃ無理でしょ。守り先は霊の占いしかないでしょ。騎士を透かす人、炙る人。ほんと論外です。やめましょう。以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。霊能です。霊能です。把握してください。まあ、7番さんに関しては、最初に言ってた SG1 の村を残して人狼を釣りたいですっていうのは、まあ、その通りだけど、すごい難しいことを言うなと思った。けど、後半の、スラとか、あとなんだっけ、なんか言ってたよね。狩人の、なんだ、ちょっと言葉が出てこん。まあ、あれはもう意味がないと。炙り出しとかやめましょうっていうのは、すごい怒ってたところが、結構村感情拾えたなと思ってます。まあ、霊能対抗でできたら頑張るけど、出てこなかった場合は、2周目指定しないといけないと思ってるんで、この位置で。だから、村のみんなには1周目から白くなってほしい。1周目から要素落としてほしい。じゃないと2周目指定できません。9番のプレイヤーが発言します。はい、マイナスナディオ村人陣営です。よろしくお願いいたします。まあ、8番は7番の取った要素っていうのはそれでしょ。SG1 の村残して狼を釣る、釣るっていうところだけど、多分ピックアップするべきところって7番って多分おそらく、狼を何よりも釣りに行くっていう姿勢だと思ってるから、極論の話でしょ。要するに。SG1 の村を守って狼を釣りに行こう。白狼になってる狼を探そう。ってことだと私は思ってるから、別にそこだけピックアップする必要なかったんじゃないかな、8番さんって思ってますね。7番の極論って狼を釣りに行きたいっていう思考話だったと思うから、まあ、それだけ。あそこだけピックアップするんだ、8番さんって思ったぐらいですね。まあ、8番対抗できたら精査しますね。はい。かな、7番は別に印象悪くないですね。その位置でどういった精査するのかなって楽しみにしてますし、言ってることは1であると私は思ってるよ。ただ、7番がそういった発言してるんだから、後半1の人、だから僕の1番からだよね。はい。そういった1、SG1 とかにならないように村人は、自信持って発言してほしいなと思ってます。7の印象はいいと言っておきましょう。1番のプレイヤーが発言します。はーい、占い師、六白です。箱根、お願いします。8番の太鼓がいるのであれば出てきてください。騎士に関しては出てこなくていいです。現状は。言っときます。出てきてほしいなって思ったら言います。はい、それぐらいです。8番に関しては太鼓出てこなくても頑張れよって感じですね。それしかあなたに言うことはありません。9番が7番に取ってるので、なんか7番の言いたいことっていうのは SG を勝手に作んなよっていうことを俺言いたいのかなって思ってるから、9番って SG を作る人間なのかなって思ったから、わかるかな。7番って多分そういうことを俺は言いたいんじゃないかなと思ったから、9番は7番のこと本当に汲み取れてるのかなっていうのはちょっと思っちゃったかなってぐらいですね。
はい、以上。2番のプレイヤーが発言します。まあ、汲み取れてるか汲み取れてないかって多分7番から見た視点じゃないと分かんないし、どっちかっていうと1番と8番ってまあ現状躍進をしているお二人っすけど、1番と8番ってなんか7番の話単純に難しくしてるだけじゃんって思ってるし、7番ってなんか単純に俺は弱い村人より強い狼を釣りに行くぜやっとるわっていう風な感じの発、まあかめちゃくちゃ噛み砕いて言うとそんくらいの発言だと思ってるから、そこまでその7番の発言に対してなんかどうやこうや難しく考える人って別になくねって思ってるから、組み取りもクソもねえんだよなってぶっちゃけ思ってるんですよね。はい、そんくらいです。まあ2周目頑張ります。3番のプレイヤーが発言します。そうですね、7番さんの発言においてここまでこう皆さんの発言が発生していってるわけですけど、現状こう色が落ちるような発言はないかなというふうに思っているんですが、まあ7番さんの発言の中で私もピックアップするとすると、なんかスライドとかもあまりしてほしくないような発言があったので、まあ一周回って盤面が整いやすい発言に持っていけてるのかなっていうふうに思うと印象はいいのかなと思ってますけど、現状その7番さんの発言において、皆さん触れてますが、この人と意見が合わないなっていう人はいなかったですね。ただ1番さんが言ってる7級っていうのが、SG 値を作りかねないという発言が、ああなるほどそういう視点もあるのかなっていうふうにも思いましたね。まあ新しい視点だなと思うぐらいで、特に 色落ちはないです。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。占い師六白です。六白ハークお願いします。そうですね、3番臭くねって思いましたよ。はい、3番ってなんか全てに対してなんかまあ特段別に僕と思考一緒っすねみたいな、一番先に対してもなるほどみたいな釣り寄りをしていることから言って、半番ってヘイト買いたくないのかなーって思いました。だ現状3番が1番か、一番黒く見えている。7番なんて結局石の道だと思ってますよ。あなたが SG 値にならないような村を取った場合、村要素をめちゃくちゃに出してくれるんであれば、別に俺はそれでいいし、はい、というとこです。だ自分の進行路にのっとって、村要素出してっていうとこだけです。7番に石の道でしかないと思っているから、2番って7番に対して石の道っていうような、俺は組み取り方をしたから、まあ、2番の7番に対する評価が1番納得かなと思っているから、現状2番は白く見えている。まあ、7級が2周目かな。9に関しても、まあ別に特段触れるとこがなかったと思うからね。はい。5番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。霊能士です。8番さんは前回確定なんですけど、何で出てるかはちょっとわからないですね。いきなり霊能士って出てきて、8番さんの意図っていうのはちょっと考えたいなと思ってます。グレーだったら、3番さんが一番印象が少し悪かったですね。3番さんは7番さんの精査をすごく入れてたんですけど、2番さんとか9番さんにはあまりほとんど触れてなかったと思ってるんで、あと7番さんの精査についても、結局何が言いたいのかふわふわしていたんですよね、3番さんって。だからすごいヘイトを集めてない、なんか自己防衛感がすごく3番さんには見えたんで、まあ3番さんを別にひたすら叩くわけじゃないんですけど、3番さんの印象がちょっと悪かったですね。占い師さんだったら、まあ6番さん今隠し色なんで、1番さんと4番さんはでもちょっとフラットですね。2巡目しっかり考察伸ばします。6番のプレイヤーが発言します。はい、そうですね、各種ありがとうございます。まあ、5番さん今日釣ろうかなと思います。いや、あんまり差はないのでわからん、いや若干ね、まあ、理由としては4-1がフラットっていうところですね。まあ、4番さんが僕にかぶせてきたので各種になったんですけども、なのであんまりまあどっちかっていうとね、4番さんの方がまあ新っぽいのかなとは思っちゃいますね。はい、いやまあその程度の差なので、まあ、全然2周目話聞きますぐらいですかね。ただね、5番さんと一緒でね、3番さんの印象俺もねそんなに良くなくてね、
あんまりそうだね。なんか2番さんの方がちゃんと自分の思ったことを言ってたような気がするよ。7引っ張り別にいいんじゃねみたいな。まあそこぐらい、あんまり。7番のプレイヤーが発言します。例のを出してる間に占い精査すればいいんじゃないですか。まあ、できれば決めをしたいですね。まあ、8、5の話聞いて、いいんだと思った方を残して。まあ、偽だったら、まあ、2日目の話聞いて偽だったら釣ればいいし、あ、死んだなと思ったら残せばいいんじゃないですか。それミスったら自分が悪いんだから。しょうがないでしょ。どうせ漏らしてもしょうがないでしょ。って思うけどね。まだ8号の精査ついてませんよ。占いもさっぱりわかりませんよ。自分の言ったことですか。組取りも何も言ってるじゃないですか。村を残して狼釣りたい。それだけですよ。村は残す。狼を釣るって言ってるだけですよ。略してるじゃないですか。はい。細かく言ってる。S11 の村人を残して白露を釣りたい。S11 の狼を釣って白い村人を残したい。いや、同じじゃないですか。村を残して狼釣る。はい。それしか言ってませんけど、村を残して狼釣る。組取りも何も村を残して狼を釣る。ということを細かく言ってるだけに過ぎないんで。はい。わかりませんよ、これもう。6が隠し色なんで。まあ、進路がないんだったら9、2、3にいるってことなんでしょ。わかんないですよ、まあ。その組取りが間違っている村もいるだろうし、組取りが合っている、人外もいるだろうから、まだわかんないです。自分についてについては。はい。なので、もう一回2周目聞きますよ。もうちょっとまあ、で、まあ、5、8は、できれば決めをしたい。4はまだわからない。で、どこですね。9、2、3の話をもう一回聞きます。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、グレーの精査します。もう5番さん人外なのは分かったけど、グレーの精査しますね。2番、3番がおかしいなと思っている。だからその目線が合ってるのはどっちかというと4番さん。ただし1番さんっていうのは2、3の発言の前なので、聞けてないので1番さんが偽と言ってるわけではないです。精査がちゃんとできてるのは4番さん。で、2番さんに対しておかしいと思ったのは、なぜ7番さんの発言引っ張るんですか？いつまで引っ張るんですか？そして2番さんっていうのは8、1の役にしか触れてないんだよね。どうして？1周目、2番さんの位置で8、1ってまだ大国が出てきてない時点で1、8をそんなに叩く必要がありますかと思いました。そこが2番さんに対しての違和感。3番さんはもう多分4、5、6あたりが言ってくれたようにヘイトを買われたくないのかなと思ってる。なんだろう。3番さんの発言になるまで結構皆さんいろんな意見を話していて、7番さんのね、発言から派生していろんな意見を出してくれていたとは思っていて、それを3番さんはみんなと意見が合ってるっておかしくない？みんなそれぞれの視点からいろんな意見出してるのに全部合ってるんですか？ちょっとそれはいただけないなと思ってる。だから正直、9番さんに関しては、まあ1周目そこまで色落ちはなかったんだけど、7番さんはね2周目なんだろう、暗号精査する気はないのだね。もう今日釣られないから。ただね、2番さん、3番さんの違和感が大きすぎるので、そこにもう一郎が残ってると思ってます。今日5番から言ってください。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。現状4番1番だったら4番の方が偽っぽいかなっていうか、偽なんじゃないかなって私は思ってますね。4番視点で3を怪しんだ視点があって、3番ってヘイトを変えたくない動きをしていて、なおかつ1にするよって動きをしてるっていう4番自身から発言っておかしいかなと思ってますね。それって4番自身が偽物で1番が死んだよって言ってるような視点になっちゃってるから、まあ後にね、3番はヘイトを変えたくない動きをしているに訂正はしてると思うんだけど、3は1にするよって動きをしているっていう精査が、自分は偽ですよって言ってるように私は聞こえたから、そう捉えちゃった。申し訳ないけど、4番さん死んだったらごめんね。ただ俺はそう聞こえるから。だって4進だったら1にするより必要ないじゃん。4番さん目線で1が人外なんだから。っていう結論かな、私は。まあ4番1番のグレー精査聞きますよ。現状1で落とせる4、1の精査って僕は4番が偽かなってそれも発言で思ってますね。8番から2番の指摘ってちょっと難しいと思ってるよ。2番視点って8番、1番役職で1人ずつ出ていて7番、9番だから、まあ正直そこまで9番に対して色もつけられないと思ってるし、7番に対しても色はつけられない人材かなと私は思ってます。位置的にはね。だから、もうちょっとできたんじゃないっていう8番さんの指摘はちょっと2番さんに対しては不当っていうかなんか厳しめだなって私は思ってますね。はい。
あと7番さんやる気がないんじゃなくて、2日目頑張ってくれるんじゃないですかって思ってますね。別に7番思考放棄してないし、できれば新霊能を残したいって意思は情報として残してるわけだから、まあ明日に期待じゃない7番さんって。今日絶対何があっても7番釣られることないと私は思ってるし、5番8番から手かけるからね。はい。まあ新郎新居だった場合って6番確定村なんで安心してますね。はい。まあ5番8番の精査きますが、8番に対してはちょっと2番に対しての精査が厳しめかなって私は思っております。そこマイナス目。1番のプレイヤーが発言します。いやもうなんか9番に言われたいことを、言いたいこと言われちゃって、ちょっと9番が僕目線すごく印象が良くなっちゃったですね。その4が3に指摘したことはまさにその通りで、あなたが本当に真の占い師を自称するのであれば、その言い方に対してはめちゃめちゃ言いたかったんですけども、9が言った通りです。いやーマジで言うことなくなっちゃったぐらいですね。それぐらい急の言ってることは本当に良かったと思ってます。8番さんにもう一個僕が言いたいのは、2番さんって多分僕がまだ7番の発言をしているから拾った様子だと思ってるから。なんか、8番とは合わないなって感じ。ただ3番に関しては2周目の発言次第だと思ったんですけど。どういう精査を落とすのかなって感じですね。現状、霊能だったら、まあ、5番の発言聞いてからだけど、8とは精査が合わないなって感じですね。2番にはね、僕、求めすぎだなって思ってますね。単純に。その位置だったら、別に良くないって思いました。くらいしか言えないなぁ。騎士は一生潜伏で、一生じゃなくて潜伏でいいです、絶対に。この盤面だったら、出てこなくていいですって感じですね。4がね、でも3にそこまで触れるかなっていう初日はあったんですよね。そこまで角に触れる要素あるって思ったから、まあ、若干4、3もあるのかなって思ってますけど、9が地目線一番印象良くなっちゃったですね。7は分からんですね。2周目、あんま発言伸ばしてないから。はい。以上。2番のプレイヤーが発言します。うん、まあ、9番、8番に関しては、9番さんと1番さんが言ってるので、まあ、省くとして、ね、5番さんさ、3番さんに対して、2番さんと9番さんに対して触れてないっていう風な発言で、3番さんのことを叩いてたけど、俺もぶっちゃけ8番と1番ばっかに触れて、9番と7番にそこまで触れてないんですよ。5番さんから見た視点で2番、3番の比較で、どうしてそこで差が生まれたのかっていう話ですね。あ、ちなみに8番同夜公演言われたけど、俺普通に5番の方が偽だと思ってる。4番に関しては、まあ9番の言ってたことがクリティカル。まあ、4から見た視点で、例えば1強3動の視点があるんだったら、3が平等を変えたくないから1にするよるっていう風な動きもあるから。ただ1、3動路だった場合って、3番が1番に対してするよりっていう風な動きを見せる意味がないから。4から見た視点で、今どういう風な構図になっているのか。2、2番面で5番と8番が霊能で出ていて、1番と4番が占い師をしている状況下で。4視点で2周目の段階の発言を聞いても3番を狼で見るんだったら3番狼で考えて1番にするよってるっていう風な構図なんだったら1番強人8号進路3番狼っていう風な構図になるっすよね。1周目の目の理由付けを引きずるんだったら、はい、まあ質問っすね。今どういった構図で見えてるのか話していただきたいなって思います。9番のまあ、4に対する視点がめちゃくちゃ神ってるなって思ったぐらいです。以上。3番のプレイヤーが発言します。2番さんと発言値を交換してほしいなって思ってしまいましたね。いや、持ってかれますね。僕も現状4番さんのその発言、すり寄りっていう発言がね、どうしても拭えなくて、4番さんが偽だと思っていて、で、霊能が神教だと思ってるから、4ロー、で5、8のどちらかが強人だと思ってるんですけど、5番さんが僕は強人かなと思っているので今日は5番さんから行きたいなと思ってます。まあ、2番さんも言ってたが8番さんの、2、3に対する殴りっていうのは、まあ、そんなに違和感はないです。言われてもう何ですかねぐぬぬって感じですね。わかりますかね。で、7番さんっていうのは、その位置において、やっぱりこう、なんだろうな、SG 値を作らないというかね、1番さんが言ってたけど、なんだろう、4、5、6と私釣りの流れがすごい来て、私にすげえ
8が向かってるなんか7番っていうのはそこをリセットしたっていうところが、まあ平等に見ようとしてるのかなっていう印象ではありましたけど。うん。まあこれからの精査、どういうふうにしていくのかなっていう感じがありました。で、9番さんの、言ってることっていうのはクリティカルなだけに逆に4球ローローっていうのも少し終えてるっていうのがちょっと私目線ですね。はい。なので今日は例の5番さんからいこうと思う。5番さんっていうのは4番さんに合わせて私を殴ってきてますからね。まあ視点が4番のプレイヤーが発言します。まず一つ言えるのが例の内訳が重要だと思っていて、例のが新教だった場合5番教授の世界線が高いと思っている。例に関しては、5番が占い精査に関して一応はフラットっすねとか言ってマジで適当に精査しているところと、まあ平等感にとまらまいているよねっていうので、5番教授新教で見た場合は5番の教授名が高いと思っているんだが、だがね、7番がマジわけわかんねえみたいな感じで若干釣られたそうにしている構図プラス、僕目線でまあ、まあでもね、7番の、あ、間違えた。9番の僕叩きっていうのは、僕はすみません、失礼しましたって形で、めちゃくちゃクリティカルだったと思っているが、僕に対して、もうグレッチが全て殴りに来ている。こう、まあ7番以外ね。9、2、3が、あ、まあ2番質問機種だったけど、まあ9、3が特に殴りに来ている構図が、ワンチャンこの2人が強靭、もしくは7番がもう全、もう自分で揃えてもいいや、みたいな感じで適当にやってる強靭での、1、6ローがあるかなと思っている。6番目線で2、3のどっちかにいるっていう風に通用するのは、6番がローだった場合にやりやすいかなと思っているから、1、6の新ローワンチャンあるかなってぐらい思っている。そうだね。だから、レノの精査がめちゃくちゃ難しいと思っていて、5番の発言聞いて決めるけど、5番、まあ、強目があるのは5番だと思っているし、ローメがあるのは6番だと思っているってぐらいか。4番って、まあ、どっちか死んだんですけど。4番って6白じゃなかったっけ？いやー、僕めちゃぐらいでめちゃめちゃ難しくて、まあ現状色が見えない7に飛ばすのかちょっと悩んでいるっていう状態ではあります。語り入れた、俺の聞き間違い。もう4番シーンめちゃめちゃないと思うよ。もう無理だと思うよ。これもう勝てないな、4番シーンから。はい。よろしくお願いします。6番って言ってた、私マジで霊能者なので、決め打ち盤面っていう風な形になられると本当に困りますね。グレー精査してちょっと気づいたことがあるんですけど、9番さんは、8番さんが2番さんをちょっと叩いたことを、ちょっとそれ、なんかあんまり理由なかったねって言っていて、2番さんと3番さん、私は3番さんの印象が初日悪かったですけど、2番さんと3番さんは結構印象良くなりましたね、特に3番さんは。だから、その2番さんは私に対して、アンサー、質問を出してましたけど、3番さんは初日7番さんに50秒ぐらい売れてて、もう、その7番さんの精査も、また結構、やっぱ180度変わったんですよね、その50秒の中で。だからそれは3番さんの印象はちょっとやっぱ悪いっていうのは本当に思いましたけど、さっきの発言を聞いてたら別に2番さんと3番さんも。だって6白なはずなのに6ローってんだけど。っぽいですね。なんかこれまあ、もう死んだのこれ。死んだ確定なんですけど。きついんだけどもう。あ、ないですかね。8番さんだって、1日目に2人目で、霊能師ですって普通、聞き間違い？出てこないでしょ。その、5番との取り違い？人狼で出てきて、まあ、こんな、人狼でこんな動きしないだろうっていう。まあ、うわ、6白出てて、6ロー、なんか俺、何回も連呼しなかった。8ロー、8番さんの相方って言ったら、まあ、1番さんは8番さんを2000点で見てたのがないんで、6番以外に1、8道路のような気がしてます。私マジ1番目なんだけどな。6番のプレイヤーが発言します。はい。4番さんは自分白で大丈夫ですかね。はい。なんか、1、6、ローローって言われたので、あと5番さんはまあ3番さん叩いて、まあ3番がちょっとご主人かなと思って、カバンに行った狂人にしか見えないですね。はい。4番さん今日釣りましょう。あ、自分騎士ですね。本当に。明日、1番さんも守りますね。1番さん7占ってください。7か3でしょうね。でも、まあ7かなと思いますね。まあその理由は別に7番さん別に2周目釣り位置5、8別に上げなかったしね。発言聞くだけって。7から落ちた要素ないので。
はい。まあ、3番さんを避けた理由は、まあ、3番さんも2と変わりたいと、ぐぬぬぬぬみたいな。良かったですね、僕は非常に。なんかね、そうなんや、3番さん、そう、まっとうに叩かれて、まあ、それを、非を認めてるんよね。人外って熱くなって、おいおいおい違うぞと言うからね。村がこんなにも意見一致してるのにね、お前の意見どうでもいいよ、みたいになっちゃう。もうその抵抗うざいなと思うんですけど、3番さんはちょっと、まあ、良かったですね。はい、可愛げがあるかなと思いました。4番から今日行きましょう。5番強人でしょ。俺もうどうせ隠しろだし、もう騎士だから、もうあんまり守れない。あんま発言もできんからさ、もう4から落としますね。はい。で、7占ってください。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。その疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。初日に真実って買ってるんだったら楽っすね、人狼殺って思ってます。6番に聞きたいのが、ちゃんと4番のどこが2攻めなのかっていうのを挙げてくれないと俺自身遺言で答えることができないんですけどっていうのが6番マジでうざいなと思っているよ。ごめんなさいね、ちょっとごめんなさい、すいません。あ、まあ、9番が4番に対して取った要素はめちゃめちゃクリティカルだと思っているし、16って言ってません、ごめんなさい、言い間違えたかもしれない、ごめん、それは18ロウロウがあるんじゃないか、もしくは、まあ、2番も上げていたけど、2番がその視点を上げるんだったら2番がラッシュルーって考えづらいなと思ったんだけど、1強8ロウのコードが見えるかなって。8番が強靭だった場合にあんなに2、3って釣りちゃ上げられない。ただ8番の2番に対する目線も俺の目線とは違うなと思ってて、2番って割と1周目7番に対して、まあ、二周目一だよねっていう印象で、とどめている人物にも関わらず、二番と三番が黒いっていう構図は俺ちょっと見たいなと思ったから、八番が二番と三番に黒塗りに行っているロー二番ちゃんを覚えるから、まあ一強っていうのはあると思う。なぜならこれだけ俺が釣り押されていて、これだけ俺が殴られているという構図が。まあ、ロー目線でどっちが進化、どっちが強化、どっちがローかみたいなのがわかんないのかなと思っているから。まあ一強八ローなのか、一ロー五強なのか。っていうところのどっちかだと俺は思っていて、ラスウル位置としてあげるのであれば、まあ、7ぐらいしか現状ないですよね。8と2に対しては僕は精査がすごく、あ、間違えた。9と2に対してはめちゃめちゃ精査が真っ当だったと僕は思っているから、まあ僕が出現したのが悪いと思っています。はい。6番に対しては2戦目をマジで上げてくれないと僕は遺言の答えることできないでしょって思ってます。はい。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。なんて言ったらいいかな、4番の黒要素っても16ロールを追ってるから、5番をとりあえず今日釣ってほしいんですけど、8番が確実シーンですね。7白なので5番で終わらなかった場合、2、3ですね。2、3がね、難しい。2、3だったら3かなと思いますけど、3って結局2番の臨場位置でしかないと僕は思っちゃうんですよ。6番さんは3番さんを評価してましたけど、2番さんって初日に僕に叩きに来る構図を取っていた人物だと思ってるんですね。まあ叩いてないのかもしれないけど、まあ4の相方は、いやもうワンチャン5で終わると思ってて、終わんなかったら3かなと思ってますね。まあ占ったら勝てると思ってます。
はい。あと、言うことないですね。4の出現を聞いてほしいですね。16ローローあるからって言ってましたけど、それはあなた、なんか、言い込んで言ってましたけど、で、8ロー、1強とかもう視点ブレブレだったので、はい。よろしくお願いします。とりあえず今日5をつってください。はい。2番のプレイヤーが発言します。なんか、まあ、一つ言えることは、俺昨日5番投票したんですけど、うん、1458っていう風なところ、どんな内訳で見ようが、14の比較で4番がどれだけ偽だろうが、霊能から手をかけた方がめちゃくちゃ効率がいいんじゃねって思ってるんで。その進行提示はちょっとなーってぶっちゃけや6番さんに対して思いました。霊能から釣りを入れて、明日の盤面で4番がどこに対して黒結果、白結果を出すかっていう風なところを見たかったんでね。はい。まあ普通に14の比較で、一番真の4番狼で5番狂人で3番狼相方っていう風な感じの構図がめちゃくちゃ静寂だと思ってるんですけど。ああ、どこ釣ろうかな。まあいいか。昨日の段階で4番釣ったから、昨日4番釣ったから1新進行で、で5番が4勝結果だから。もう3番から手かけていいんじゃねえ。なんかな、進行提示が、4番を同時だけ偽に見ようが4から釣りってめちゃくちゃ非効率だと思ってるんで。どっちかというと5番狂人3狼の方が静着だから普通に3から釣り入れていいんじゃねって視点では思ってるんですけど。まあいいや。3番のプレイヤーが発言します。2番さんっていうのは私のデフォグレを利用して釣ろうとしてるんですかね。うん。私1番さんを死んでおくならもう2番さん確保なので2番さん釣ってほしいんですけど。で、そうですね。多分霊能は8番さんが死んだと思うんですよね。あれだけ出現を残してる4番さんっていうのは、偽物だと思うんですよ。で、なかなか霊能でローで出てくるってきついかな。で、5番さんが死んだとしたら、4番さんは狂人に見えましたか？それとも、新占い師に見えたんでしょうか？で、対抗の8番さんが狼に見えるのかな？それとも狂人で見てるのかな？っていうところは落としてほしいですね。今日のその釣り1っていうところになるとどこになるんだこれ。霊能から行った方がいいのか、それとも1番さんを死んでおくなら私2番さん釣り提唱したいんですけど。ちょっと6番さん教えてほしいです。うん、まあグレーで行くなら7番さんに行くってことになるんだけど、いや僕1番さん死んでいいと思うんだけどね。で、9番さんが噛まれてるってところから行くと、4級ラインもなかったんだなっていうのは安心できましたし。まあちょっと、まあデフォグロのところを5番さんは、いやなんか、私の印象が上がった理由もわからなかったし。ごめんなさい。例の5番のプレイヤーが発言します。はい、よろしく。3番さん、白でしたよ。22場面で、進路とか、そんなあんまないと思ってるんで、4番さんが進路占い師だと思ってますけど、1番さんは7白ですよね。4番さんで進路っていうのは、1番さん人外確定で、8番さんでも、正直もうわからないんですよね。6番さんのその、騎士確定なんですけど、占い師に行くっていうのがあんまりちょっとよくわからなかったんで、4番さんが白っていうのは本当に出てるんですけど、18ローローで、18ローローでっていうのは全然あるんですけど、1番さんはでも4号ローローって言ってましたけど、本当に私、真の霊能師で4番さん白なので、1番さんがだからここで、
じゃあ、8ローローだったらもう、9番さん噛まれてるから、当然、9番さん強調もないでしょうから、私走ったら負けるかもしれないですね。1、8ローローでどっか強人が残っていて、BP ですよね、それで。ああ、ちょっとこれはやばいですね。6番さんどうしますか、これは。私本当に真の霊の地で4城出てるんですけど、1、8ローローだと思います。6番のプレイヤーが発言します。はい。5番さんは4の出現聞いてた上で、まあ、芯で追うのかな。まあ、白が出てたら、じゃあ強陣で追えばいいんじゃない。はい。と思いますけどね。まあ、皆さんも4番さんローで、まあ、まあ、ローで、まあ、少なくとも陣外で、まあ、見てるということで。はい。まあ、その段階でも2、3に手をかけていいんですよね。はい。まあ、2番さんの意見はわかりますけども、別に、位置が明らかに死んだから噛まれるよ。別に、1、4残しとって、まあ、1個占いあれしようって考えても、位置噛まれるよ。はい。まあ、そんぐらい4の出現ですね。なんで、あんま関係ないですね。まあ、そこに関しては、試合終わった後、じっくり教えてあげようと思いますけどね。7番さん、申し訳ございませんね。隠しろですね。7番さんはね、まあ、あんまり、騎士を、騎士なんとかをするなって一周目の最初で言ってくれてたんで、まあ僕としては印象良かったんですよね。嬉しいなと思ってました。とりあえず2番さんから行きましょう。2番さん5に行ってるし、まあその理由は分かりましたけども、まあどっちもいいんですよ。別に明日3釣るんで。2番さんも4で狼だと思ってるでしょ。だったら別に自分釣られても明日3番釣ってあげるから、サムラが。いいじゃん。何？ 1 番が偽だと言うの？ありえないからね。2番さん、これはもう飲んでください。7番のプレイヤーが発言します。うん。じゃあ3番いきましょう。3番いきましょう。5番。3番いこう。うん。3番。1、3という可能性があるから。4番、信号釣りにかかった。最悪の想定をして3番を釣る。うん。1番がいなくなるはずなんで。一番が残ってるっていう不思議な状況になったらおかしいからね、石さんローロー。お前らの負けだよ。三番釣り。明日は地神して試合終わらせろ、一番。今日は三番。占い師に手をかける奴は論外だ。だから今日は制裁三番釣り。うん。で、一番神々怒るでしょ？うん、一番が、だって真なんでしょ？だから噛まれてください、一番さん。はい、三釣って一。はい、以上。3釣ります。うん。まあもう、まあ、2を釣って PP になったらみんなで6番通報しよう。それだったら2でもいい。うん。8番のプレイヤーが発言します。7番さんって変な村だなと思うよ。5番は強人で見てるから、2、3にやっぱり1人狼いると思っていて、6番さんに言うと、3番の方が人狼だと思ってる。でも、まあ、この番目6番さんしか確定してないから6番の進行には従うんだけど、でもちょっとね、一つだけ言わせてほしいんよ。今日2番釣ってもいいんだけど、明日5番釣ってくれないかな。うん。うん、だって5番が人狼の可能性もワンチャンなくはないからさ。いや、うん、明日5釣ってほしいんだけど。だってさ、今の7番さんの発言、どうなの？強人追えない？わかんないけど、進路進路でワンチャン出てた場合、3番釣って、あ、なんだ、2番釣って5番が狼で7が強人だった場合って、2、3の順で釣っていくと PP になるから、2釣ってもいいんだけど、明日は5番釣ってほしい。てかね、2めちゃくちゃ村だよ。普通に今日、3番行きたい。1番さん目線も3番の方が怪しいでしょ。いや、3行きたいな。2番も3行けるんでしょ？ 7 も3行きたいんでしょ？ 3 から行こうよ。どっちでもいいんでしょ？ 6 番さん、3、2だったら。3から行かない？マジで。3の方が絶対おかしい。
全プレイヤーの発言がし、その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了、村人陣営の勝利です。無理だ、早く釣れや、こべつべこべ言わずに。いやー